はい、どうも皆さん、こんにちは。よく YouTube の動画のコメントや、あとは Twitter でいろんなリクエストいただくんですけども、中でも一番ひどいなって思ったのが、タウンホール1からタウンホール12まで課金でガストさせてくださいっていうリクエストいただくんですけど、あなたたち、僕を破産させる気ですか？クラカーチャンネルのーけーすけです。ブーということでね、いや、リクエストいただくのはありがたいんですけど、ものすごい無茶ぶりとかね、よくいただくんですよね。いやー、もう本当皆さん、僕のこと何だと思ってるんですか？あ、ちなみにツイッターとかね、フォロワーしてくださいって言ってくださればね、全然フォロワーいたします。もう特に女の子だったんで、秒でフォロワーいたします。で、今日はですね、そんなね、リクエスト、よくわかんないリクエストとか、クソ動画になりそうなリクエストいただくんですけど、先日いただいたリクエストがですね、ケイスケさん、ヒーラーなしの食い火やってくれませんっていう、なんかよくわかんねえリクエスト、いただいたんですよ。もうヒーラーいない時点でもう食い火じゃないじゃないですか。どういうこと、どうすりゃいいんだって考えたんですけれども、まあ言ってしまうと、タウンホール級とかで、よくゴレクイですね、ゴーレムを出してって、で、防衛施設のターゲットを、こうね、取って、で、アーチャークイーンで、こう、どんどん削っていくみたいな、そういう感じのイメージじゃないと、多分、ヒーラーなしの食い引いて、できないよなって思ったので、今回はですね、はい、こちら、ご覧ください。要するに、まあ、ヒーラーって、だいたい今5体ぐらいはつけるじゃないですか。そうすると70枠。で、レイジとかもだいたい2発ぐらい撃っていきますよね。そうすると結構な呪文の枠数も使いますし、で、あとはね、ユニット枠数も結構な数使うので、なので今回はですね、いろんなユニットで、防衛施設のターゲットを取りつつ、で、アーチャークイーンを後ろからね、出していくっていう、まあ、ゴレクイとかの、なんか違ったバージョン、ヒーラー、食い火のヒーラーなしバージョンで、いろんな盾ユニット、例えば、今、アイスゴーレム5体ですよね。なので、75枠ぐらい、こうね、使っていけば、まあ、ヒーラーと同じぐらいの、対数になるわけですよ。なので、今回はですね、ヒーラー5体の対数、もう、それぐらいの枠数で、果たしてヒーラーなしの、食い火できるのかどうか、こちらをやってみたいなと思います。はい。それではね、やってみましょう。まあ、とりあえず、アイスゴーレムでやってみて、なんかよくわかんねえなって思ったら、はい。次の編成、ジャイですね。ジャイ15体ぐらいの75枠ぐらいで、やったりとか、あとはゴーレムですね。新レベルも出たことですし、ゴーレムのヒーラーの枠数、同じぐらいでね、ちょっとマルチ攻めていきましょう。ペッカとかでも、なんかこう、できそうな感じはありますよね。はい。じゃあね、タウンホール11が出てきたんで、ちょっとタウンホール11に、相手に、ヒーラーなしの、食い火通用するのかどうか、ちょっとやってみましょう。なので、とりあえずバルーンで出してって、まあ、これサイドカット用ですね。で、まあ、アイスゴーレムからの、さあ来ました、新レベルのアーチャークイーン。こっからどう？アイスゴーレム結構ね、体力低いんで、ちょっとすぐやられそうな気がする。大丈夫か？ちょっと一旦アイスゴーレム出しといて、ちょ、アチャク防衛施設削って、アチャク防衛施設削ってほしいんだけど。いけるかな？マルチインフィからターゲット取られて、あー、ちょっとやべえ、やべえ、こんな肝心な時に、肝心な時によ。肝心な時に、援軍が、ペッカだ。ペッカでやばいな。これちょ、とりあえず、ヒーラーがいねえから、ヒーラーがいねえから、とりあえず、ちょっと待って、一旦、ババキンでカットしつつの、こっから いけるこれ強いの強くはないよね、多分。ちょ、アチャクにヒール落としとこう。アチャクにヒール落として、で、こっからしっかりと、で、レイジを使ってって、で、アチャクに破壊を促進させていきます。どういけるこれ。アチャクイにヒーローかけるっていう斬新な感じになってんだけど、まあ、とりあえず、あ、待って、アチャクイ、あ、落ちた落ちた。アチャクイ落ちて。ほら、やっぱり無理で意味わかんねえもん、ヒーラーなしの食い引いて。なんでヒーラーなしの食い引いて。ガチで意味わかんないから。どういうこと？どういう、何がしたいのこれ。自分でも何がしたいのか、よくわかんない攻めになっちゃってんよ。で、まあ、いいや、とりあえず、水とか出してって、削りを行っていきながら、じゃあね、こっから、どういこうか。ちょ、ババキン仕事したな。ババキンすげえ仕事したんだけど。じゃ、3点出してて、で、こっから、ギガーたちを中心部分に進ませていけば、結構、で、格下相手に、いけるか。で、ヒールはね、また、一旦ちょっと、一旦ステイで、で、ここで打とう。ここでヒールを打ってって、で、そろそろ回復が遅れてくるんで、フリーズ落としてマルチインフィを固めていきながら、どっち行ったそっち行ったのね。で、まだ、エターナルトームが残ってるんで、ここでピキンしていきましょう。ここでピキンしといて、で、
マルチインフィニットはエターナルトームが切れるぐらいのタイミングでここでヒーロー落としてって、で守っていきます。で、ボーデンがちょっとタギ取られてるんで一旦フリーズで固めていきましょう。で、これちょっと意味わかんないもんな、本当にヒールなしの、ヒーラーなしのクイ引いて意味わかんないことやってんから、今あってよ、これ落ちるよ、落ちるし回復役のね、これクイ引いたらヒーラーズいたらね、あのアチャク落ちたとしてもディガーとかにスイッチして結構進行したと思うんですよ。いや待って、隠した相手にこれはひどい、いくらなんでも隠した相手にこれはひどいぞ。ちょっとディガーどんどん焼かれてるし、ベッカも焼かれてる。いや無理だって、どうすりゃ正解だったんだろう。まあ俺の回しが良くないっていうのもあったけど、いやもうちょっとよくわかんねえな。これでリクエストした人責任取ってよ、どういうことよ。はい、じゃあね、ちょっと編成変えまして、次はねジャイアントでターゲットを取りつつアチャクイをね回してみたいなと思います。はい、じゃあね、ここ行ってみましょう。いや本当にね、どうやりゃいいんだよっていう話だよね、本当にわかんないけど、ま、とりあえず今回はね、まあバルーン出してって、でまあトラップの確認をしていって、まあベビドラとかでサイドカットをしていって、でかつジャイアント2体ずつぐらいかな出してってやられるタイミングで、やっぱり火力高いな、タウンホール中に、タウンホール中に火力が高いんで、こっからね結構な頻度でジャイアント出していかないと間に合わなくね、間に合わなくね。とりあえずアチャクイにレイジをかけてって、でもう一回ジャイアント出してって、あ、やばい、タギ取られた、タギ取られた、しまった、大砲を削って、クロスボウのタギ取られんだよな、クロスボウの、クロスボウからタギ取られんだよな、これどうしよう、待って、一旦、アチャクイクローク発動してって、そうだよね、で、ジャイアント6体、待って、それた、アチャクイ、待って、さっきこっち壁叩いてる、なんでそっち行くの、そっち、もういろいろ行ったり来たりが激しい、行ったり来たりが激しいって、で、ちょっと待って、で、そうだね、ドラゴン出てきちゃったんで、どうしようか、ドラゴン出てきちゃったな。どうしようか、一旦ですね、よう考えよう。いや、アチャクイタギ取られたらよくないな。ウィズターしてって、デパワキン、アイアンフィスト発動していきながら、で、綺麗な L 字型のルート、ルートは取れてないな。ルートも取れてないし、待って、一旦、星2を取ろう。よし、星2を取れば同じ。星2をみんなで取っていこう。で、で、ディガー出すじゃん。ディガー出してって、で、こっからヒーロー撃って、ウィズ島からディガーたちを守っていく。で、ギガテスラを早めに起動させていきたいですね。ギガテスラを起動させていっていただいて、で、ここでフリーズ。で、まだいける。ヒーローもう一回落としとこう。ヒーローもう一回落としといて、で、ギガたちから、こう、ドラゴンから、こう守ってって、で、ギガテスラを折って、ギガテスラ、フリーズをもう一回落とす。フリーズをもう一回落とす。で、レイジをかけて、破壊を促進させていって、で、ヒーロー落として、ギガたちを、まあもう何これ、もう、ヒーラーでいいじゃん。ヒーラーでいいよ。なんだよ、ヒーラーでいいよ。もう、ジャイアントがもうほら、アチャクイとか、もう序盤でここでいなくなるからね。全然仕事してないから。いかに、クイヒが、やっぱり、本当理にかなってるかが分かるよ。あ、体育爆弾でいなくなったし。もう何なんだよ。何が正解だよ。はい。じゃあね、もう、ゴレクイがやっぱり、鉄板だと思うんで、ゴレクイでやったりましょう。なのでどうしようかな。ギガテス、いや、イーグル砲先に壊したいかな。まあ、いいや、とりあえず一旦、ゴーレム出してで、後ろからアチャクイ出してって、あ、やべえ、パワーポーション使わな忘れた。まあいいや、パワーポーション使わなくても、多分いけるでしょ。で、こっから、ゴーレムを当てていって、あ、そっち行っちゃう。待って、ウォールバスターだぞ、そっちは。ウォールバスターだ、出してって、この、こいつらはちょっと、死にゴーレムです。死にゴーレム。全く意味はなしてないけど。いや、難しいな。いや、でもこっち方向、アーチャー束削ったおかげで、結構仕事してくれるよ。で、こっから、あ、でもいい感じに入るんじゃないこれ。結構いい感じにアイスゴーレムたちがターゲット取ってくれて、で、アチャクイが、ちゃんと、いや、さっき、今までの中で一番流ればいい。アチャクイちょっとギガテスラの方に入ってくんね。あ、ギガテスラの方に入ってくんね。すっげえフリーズしてる。フリーズの子が、いや、きついか。さすがに無理か。さすがに無理っぽいけど、でも、だいぶ仕事してる。めちゃくちゃ仕事してる。いいよ、悪くない。で、クロークを使っちゃって、で、どうしようか、こっから、じゃあ、
ババキンとペッカを入れてって、で一緒に入れていきましょう。でベビドラでサイドカットしてってギガテスラまでの道を作ります。で道を作り終えるタイミングで、そろそろかな、そろそろアイアンフィスト圧倒していきながら、でこっからギガーメン出して、いやーつって出してって、で、ウォーデンつけていきましょう。でからのヒーロー落としてって、ちょっとギガたちが結構いなくなったけど、でそしてレイジを使ってってピキンしていきます。ピキンしていけばこっから進行が結構今回悪くないぞ、結構今回悪くない。で着弾とかのタイミングでヒーロー落としてって、イーグル砲がでも辛いな。イーグル砲の着弾で結構いけるか、いけるか、なんやかんや、なんやかんや、やっぱりゴレクイっていう感じ、なんやかんや。でヒーローもう一回落としてって、で最後にじゃ、どうしようどうしよう、レイジはどこに落とすべき、レイジはどこに落とすべきだ、これレイジ、これディガどこにいる。あの俺ね、ディガ苦手なの。なんでかっていうと見失うの、俺見失うの感じで。まあいいや、とりあえずバルーンでちょっとディガーたちがターゲット取ってるんで、バルーンでアーチャータワーとかミスト壊してくれると嬉しいな。フリーザー落とすべきか、いや落とさないで取っておこう。でディガーたちは、あ結構いる、今回あるぞ、今回全開ある。なんやかんややっぱりゴレクイだよ、ゴレクイすっげー失敗してたけど、なすっげー失敗したけど、あーデコーレムがここに来て、お前生きてたんだ、お前生きてたんだ、ゴーレム生きてたんだ、マジか。じゃあ一旦フリーズを通しといて、で来た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 、もうないよね、ないよね、来た来た、やっと来た、やっと来た、やっと全開来た。なんだこれ、なんだこれ。いやでもやっぱりゴーレムの耐久力がね、やっぱね、あのしっかりとターゲットを取ってくれて、で HP も高いからか、あのアチャクイを守ることができて、かつあの終盤に遅れてやってきたゴーレムたちが、ゴーレムが仕事してくれたっていうのがやっぱ大きかったっすね。はい、じゃあね、お次ラストはですね、ペッカ、ペッカでターゲット、防衛室のターゲット取りつつ、アチャクイでね、ペカクイですよ、ペカクイで削ってって、でルートを作ってって、でそしてディガを入れていくっていうね、そのやり方、ゴレクイ結構うまくいけたんで、じゃあペカクイだったらね、結構前回いけちゃうんじゃないかなと思ったので、ちょっとやってみましょう。はい、じゃあね、ここ行ってみましょう。どうやって行こう、どう行こうかな。とりあえずアーチャーとかで削れそうなところはあらかじめ削っておいて、いやーでももうないな、まあんまないな、削れそうな場所、削れそうな場所がねあんまないね、ここら辺でいいか。で、じゃあ行きましょう。じゃあバルーン出してって、で、トラップの確認をしていきながら、のペビドラ出して、で、よし。で、ペカクイ行きましょう。ペカクイで、ここからしっかりと外周を回していきます。で、ターゲット、バルーン、ペッカタケ取ってる。いいよいいよ。で、こっちもペカクイで行きましょう。で、大砲とかのターゲット取りつつ、で、入れていきたい区画としては、そうだな、こっちの金庫の区画だな。金庫の区画に、いや、マルチインフェに早めにターゲット取られた。で、ペカクイを入れてって、で、しっかりと中入っていくよ。水戸にターゲットを取ります。で、からのアイオッケ、ポイズン落としてって、で、レイジアチャクイペッカで、しっかりと区画を削ってって、ルート作りを行っていきます。で、いや、でもね、ちょっとね、今思った。ペッカ全部出さない方がいい。あ、でもこっちもあった、ペッカも。結構仕事してくれてる。いいよ、いいよ。悪くない、悪くない。で、あとは、アチャクイクローク使ってって、で、ババキンで、こっち方向へしょっていただきましょう。で、中入ったペッカたちが結構仕事してくれるんじゃないか。結構仕事するんじゃないか。で、アチャクイは落ちちゃったんだけど、ペカクイ結構悪くなくね。悪くなくない。結構いい感じがするんだけど。で、ウィズたちを出してって、よし。で、行きましょう。ここからディガーラッシュですね。出してって、で、しっかりと削ってってもらいます。で、ババキンアイアンフィスト発動してって、で、こっちの価格はね、まあ、単体、あ、やばい。やばい。あと、ディガーたちが結構、外に連強枠は良くないって。外に連巨爆は良くないよ。外に連、それ、ダメだって、だから。やめろって。もういや、エターナルトーム使って。いや、結構流れは悪くなかったんだけどな。流れは結構、だいぶ良かったですよね。ルートもしっかりと作れてたんで。ルートもしっかり作れてたのに。いや、惜しいな、なんか。なんか、いろいろ惜しい。で、もう最後のヒール落とそこう。最後のヒール落としてて、もう一旦フリーズで。ギガテスラ固めてって。どう？ギガ立ち。あれ？ギガたちいる？どうなった？あ、いるね。よかったよかった。生き残ってた。で、からの、ちょっとマルチインフェが嫌なんで、もうヒールもないんで、いや、結構よかった。流れはよかったよ。流れよかったのに、ちょっと途中でね、よからぬこっちのね、2連の巨爆とかで、
ヒール無駄に使わされたからですね。いや、流れは良かったんだよな。いい感じにルート作ってたもんね、今。いや、惜しいな。惜しかった。ワンチャン全開まで行けたのに。惜しかった。だから、個人的な感想としては、やっぱり、アイスゴーレムは結構ね、HP すごい高いっていうわけじゃないんで、すぐ溶けるし、溶けちゃうんで、あんまり良くない。で、ゴーレムとかの方が耐久力があるんで、ずっと滝取ってくれて、で、壊し続けてくれるっていうのがあるし、ペッカもね、サイドカットとかに使ったりとか、あとは、中に入れた時ヒーロー処理とか、あとはギガテスラ削ってくれたりとか、いろいろあるんで、まあ、ヒーラー使わないんだったら、ペッカかゴーレムかなっていう感じでしたね、やっぱり。はい。ということで、今回はですね、視聴者様リクエスト。ヒーラーなしの食い火、やってみてくださいっていうね、ちょっとよくわかんないリクエスト、やっていきました。いやーまあ本当にね、やっぱりね、いかに食い火が強いかっていうのがわかりましたよね。なのでね、よろしければね、皆さんね、ヒーラーなしの食い火なんていうのはね、まあ配置に合わせてね、やっていきましょう。はい、ということでね、これからもね、毎日クラクラ動画投稿していきますし、でね、時間があればね、休みの日とかお昼に動画投稿もしていきますんで、まだチャンネル登録されてない方はぜひとも登録お願いいたします。で、この動画がね、面白かったなって思ったら、高評価、グッドボタンですね、もうお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。